今年の F1 とは関係ないんですけども、今後日本人ドライバーは現れるんでしょうか。山本選手、松下選手、可能性ありますか。はい、はいはい、松下選手はあるんじゃないですか。ほう、まあ、開幕戦はちょっと苦労しましたけど、まあまあ そうですね、はい、そのレースペースの問題をきちっと解決できれば、まあ、予選であんだけ上行けたわけですから、そうですね、ポテンシャルは十分にあるし、うん、まあ、レースペースが全てですからね、まあ、普通は F1 直下で普通で走ってるわけですし、うん、まあ、山本選手はねポイント持ってても結局、まあ、国内にそうですね、とどまるという選択を、まあ、そうですね、うん、今年例えばね本当に F1 諦めずにやりますと、例えばテストドライバーになってチームに帯同してフリー走行何回か出てそれでチーム評価してもらうってやれば、もしかしたらチャンスはあったかもしれない。今みたいにねガスリーがああいう状況になったり何かあるわけじゃないですか、うん、特にレッドブルってそういうワンチャンスポンっていうのがあるチームだから、うん、ただそれは彼がそうしたいと言ってもできることでもないわけでしょ結局。ただまあホンダのね一応そのコネクションがあるわけだから、うん、まあ、やろうと思えば別に僕はできたと思いますけどね。そういう話があったのかな、ホンダと、まあ、そういう話もアブダビにしに行ったんじゃないですかね、うん。ただまあやっぱりね国内のレースっていうのも彼はね立ち位置があるから、スーパーフォーミュラと GT っていうまあ2つ大きなものがあるわけじゃないですか。で結局今年はそっちを選んでいるから、まあ、ちょっとこのままだと F1 っていうのは難しいのかなと思うし、そもそもレッドブルの決断としてスーパーフォーミュラスーパー GT のチャンピオンでスーパーライセンス取得できる山本選手よりも FIA F2 ランキングの3位のアルボンを選ぶっていうことを決めたわけだから、レッドブルの中でやっぱり日本のレースよりも FIA F2 の比重の方が高い、評価が高いっていう、もうそれが全てなんで僕らがどうこういう話じゃないですね。まあ、まあそうです、まあ、実際バーレーンテストでも TikTok に乗ったわけで、山本選手は呼ばれなかったってことですよね、うんうん、結局ねヨーロッパから見ると日本のレースって車が速いのは分かってるし、だからこそレッドブルもジュニアドライバーをあえて連れてきて乗せるけれど、ただそれが F1 につながるかっていうとやっぱり違う、全く別のものっていうふうに彼らは考えてるし、やっぱりヨーロッパでレースをしてヨーロッパのああいう荒波で揉まれて、なおかつピレリタイヤ、ヨーロッパのサーキットを知ってるっていうその経験がないといきなり F1 にポン乗りしても速く走れないですよね、うん、っていうのがまあ現実的にねレッドブルの判断として今年出ちゃってるわけだから、あんまりそのスーパーフォーミュラの先に F1 っていうのはちょっと考えにくいのがまあ冷酷な言い方だけれど、今の F1 界のスーパーフォーミュラとか日本のレースに対する評価、まあ、評価って言ったら現実だからしょうがないんですけど、それはただ別にそれは評価低いとかっていうことではなくて、今年もたくさんね外国人ドライバー来てます、うんうん、F3 にしてもスーパーフォーミュラにしてもたくさん来てますけど、彼らの多くはその日本でトップドライバーになりたい、 F1 に行くためのステップアップじゃなく て、うん、なくて日本に来てスーパーフォーミュラに乗ってスーパー GT に乗って、うん、自動車メーカーに、そうトヨタホンダ日産の日本のメーカーのファクトリードライバーになるんだっていう目標を持って来てる人が本当に多いんです。プロフェッショナルのドライバーとして年間何千万もらって走れるわけだから、そうです、だからそういう意味で日本に行きたいっていう気持ちで本当に来てるドライバーたくさんいるので、それはそれでヨーロッパでそういう評価はされています。そういう意味でヨーロッパのドライバーも注目はしてる、そうです、そうです、うん、だからそれを F1 っていうふうに変えちゃうとちょっと話がおかしい、 F1 ステップアップカテゴリーとしてヨーロッパが注目してるわけじゃないので、でも日本が一つの日本のレースで、そこにはホンダ日産トヨタっていうすごい世界のトップメーカーがあって、そのファクトリードライバーになれるんだ夢を持って皆さん来られているので、そういう意味では応援してあげてほしいし、我々も誇っていいことだと思ってますので、そういう意味で国内レースもぜひ注目してください。だから一緒にしない方がいい、そうですね、うん、だから F1 を目指すっていう意味では本当に FIA F2 FIA F3 っていうところをステップを踏んでいかないとやっぱり評価はされないから、だからあのライセンスポイントのルールがあるわけで、 F2 で3位まで入ればフルマークをもらえるわけですから、だから F2 で走ってねっていう意味でのスーパーライセンスのルールなので、だからこそ今日本人の中で F1 に行くチャンスがあるっていうのは現実的にはやっぱり松下選手、それから次スペイングランプリから始まる FIAF3 の角田選手と名取選手、現実的にはこの3人しか今のところ F1 を目指せる人がいない、いない、うん、その中でまあ角田選手なんか特にレッドブルが高く評価してますから、そうですね、レッドブルドライバーですからね、うん、アスリートじゃないですか、レッドブルジュニアドライバーですから、うん、まあ、そこで結果を出せばおいいじゃんっていう
じゃあ乗せようかっていう話になるわけですから、だからレッドブルもレッドブルジュニアドライバーとレッドブルアスリートっていうのがあるので、またそこ皆さんあの一緒に答えされてる方も多いので、ね、うん、アスリートっていうのはただ単にレッドブル、レッドブルがちょっと支援スポンサーしてますよっていうドライバーで、そのシートにつながることではなくて、レッドブルジュニアっていうのが直結だから、スキーとかスノーボードの、ね、選手とかもあの支援受けてますけど、それと同じレッドブルが支援してるスポーツ選手っていうだけなんで、もちろん平川選手とかすごいいいドライバーだと思うし、去年もねスーパーフェラーですごいアグレッシブなドライビングしてましたけどね、キャシディ選手も速いし、ね、ただ彼らはアスリートなので、レッドブルが直接見てるドライバーではないっていうことをまあ理解しといてもらわないと、なんで乗れないのって言われても、それはそもそも同じ土俵に立っていないっていうところなので、そこの違いはご理解いただきたいと思います。はい。